豊かさんだぞ、ケーキも、これも毎度工事コーナーありがとうございます。え、ネギ帰るの？なおちゃん、なおちゃん止めといて、せっかくだから。ネギ、ジェロムさん、帰らないでよ。カムバック、カムバック。ありがとうございます。なんかいろんなことにびっくりしちゃって、何もコメント最初はこんなことしないよね普通え、これどうすんの、日本に置いていくのかな、私にプレゼントってことかなあ、アフターディスミプレゼント、プレゼントミ、いや、いいじゃないよ登場で登場でドギも抜いちゃって何も出ジャパンエキスポで使えばいいじゃんコンボ、え、何OK だっめんどくさいな、もうジャパンエキスポ、ジャパンエキスポ行ってくるって話はジャパンエキスポありがとうございます。なんかネギがジャパンエキスポ、ジャパンエキスポって言ってるんで、なんか本当に皆様の応援のおかげで、今年応援のおかげで今年はね、フランスのジャパンエキスポ出演が決まりました。ありがとうございます、メインステージです。ありがとうございます。昨年の3月にね、川崎で路上ライブやってるとこ、ジェロームさんと出会って、で、その後フランスツアーを昨年組んでくださって、で、去年はジャパンエキスポのブースでね、宣伝活動を行ったりとかしたんですけど、今年はなんとメインステージ、出させていただけることとなりましたたくさんの方の応援と、そしてよいしょしておかないとね、ジェロームさんのご支援のおかげでですね、バックアップのおかげで、今年は立たせていただけることができます。6月の20日から7月の8日までだね、8日に日本に帰ってくるから、8日まで約20日間行ってまいります。ありがとうございます。俺本業は怪しいだね。ねえ、ショコタンとかね、ベリーズ工房さんとかと同じステージに立つなんて信じられないよね。ね、200人の、今回はちょっと私は間1ヶ月半ほらお休みね、治療のためにいただいちゃったけど、ここ200人頑張るって言ってたじゃない。でもジャパンエキスポ8000人のステージだった信じらんないでしょ。で、俺もキュートの人と、偶然会っちゃった的な装いで、一緒に写真撮ってもらおうっていう計画を大計画を立ててるからね。あ、そう、ベリーズ工房とか。そう、ベリーズ工房とかねベリーズ工房の土中心にいて、俺もうこいつら友達だからよ的な顔をして映るっていうのねえ本当にね、新宿の駅前でね、お前さんに怒られながらやってる人たちがね、そんなステージ行っちゃっていいのかなって本当びっくりですよね。天国さんすごいですね一生懸命ね、頑張っていこうと思いますので、どうぞね、応援していただけたらとても嬉しいです。そしてなんとジェロームさんが水木の誕生日にって言って、今年ジャパンエキスポアニバーサリーなんで5日間あるんですね。本当は春にサウスジャパンエキスポとか、マルセイユジャパンエキスポってパリの他の場所でやったり、あと秋に行われるルクセンブルク、ブルッセルのジャパンエキスポとか、そういうのがあるんですけど、15周年ということで、そこを全部なくして、その今年は5日間にしたパリのメインのジャパンエキスポに集中するそうなんですけど、その5日間なんとですね、ジェロームさん、水木の誕生日だって言ってですね、5日間ブース、歌えるブースを組んでくださったんですよ。なので5日間メインステージ以外にも5日間一生懸命歌ってこようと思っております。
さらにあのまだジャパンエキスポの日にちがいつ決まるかいつ歌うかっていうのは決まってないんですけど、一番多いのが土曜日、人が日曜日、次あとは木水火ってなるんですけど、あのジャパンエキスポの公式ページに A4 リリアルページに Facebook のいいねのボタン押すところなんですね。あそこの数が多い人を要はいい日にちにしようっていうことを考えてるそうなんですよ。でそれを今月いっぱいで決めるということなので、この後私も宣伝一人一回です、させていただけたらと思いますので、もしよろしければ Facebook やられてる方いいね連動していただけたら、とても嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。ぜひねあの土曜日頑張ってやりたいよね。土曜日頑張って出たいよね、一番多い日。土曜日出たいね。うん、あとビーチ君も行くよって。あ、そう、それで今回ビーチ君も一緒にフランスツアー行くことになりました。フランスツアーってヨーロッパツアー。ヨーロッパ。なのであの3人で頑張って、来ようと思います。であとは5日の日に7月5日の土曜日にアバカラバーっていうフランスのバーのライブも決まりました、ね、ありがとうございます。さらにですね、今回はなんとスペインにも3日間行ってくることも決まりました。バルセロナです。マドリード、すごいでしょ。ねえジェロムさん、よかったね。ロンドンも行くんだって。イギリスも行くって。なのでロンドンもあれだよ、路上ライブだよ、ね、路上ライブ、うん、なのであの今回20日に出て、で実は直行じゃなくて香港経由で行くんですよ。香港では何もしないんですけど、香港行ってパリに着いて、パリで2日活動した後バルセロナに3日間行って、パリ戻ってきてイギリス行ってきてジャパンエキスポっていうハードスケジュール、すごいですよ本当に。回っちゃう、香港は何もしないけど、日本、香港、フランス、バルセロナ、イギリスと苦しいんだってもう頑張ってきますので、あのぜひ応援していただけたらとても嬉しいです。ありがとうございます。疲れたらしい頭が蒸れてないと思うから大丈夫タイヤの疲れたえ、そんなわけでですね、あと他に言うことはあったっけ、まあ、あとは意気込みだけだ、ね、あと意気込み、あそして私1年もねあの精一杯頑張っていきます。どうぞよろしくお願いします。もういろん1ヶ月半ねみんなにやってないといろいろ言うことがあっちゃってね、ごめんなさいね。しかもいろいろありすぎちゃってみんなもう分かってないでしょ、かいつまっちゃって帰ってきてから多分7月の20日に伊勢崎署クロスストリートというところでライブをやって、でその後もしかしたらちょっと手術をして完璧に治して、また1ヶ月近くお休みして完璧に治していこうかなと思っております。そこセーラームーンね、あのオークションで1円で買ったんだよ1円で落としたの。それオークションの出品者がなかなかね送ってくれないから、私今日に間に合うから昨日の午前中着いた、今日に間に合うかなと思った。やっぱ1円なりのクオリティだよね。で気持ち悪い1円、そう、さらになんかこれはね中国製で不良品のやつを1500円ぐらいで、またこれもニートだからネットで買ったんだけど、品切れの場合は2、3週間後に新しいのがありまして、2、3週間後に何ありができるんだみたいなそういうことだよね2、3週間以内に送りますとか言って、さすが中国と思ったはい、そんなわけでですね、今日は本当に次でラストとなっております。そうだ大事なことを忘れてた、そうもしかしたら7月に手術するかもしれないって言って、であと1ヶ月ぐらいもお休みしようと思ってて、だから8月は今のところライブハウスの予定とか全くないのね。で終わって9月28日あのゆつやライブインマジックというところで2ヶ月遅れなんですけれども、 A4 リアル7月11日結成記念日なんですね。なので2ヶ月遅れとなってしまいますけど、結成記念ワンマンやろうと思いますすごいでしょ、何でもこじつけるから私1年もやるみたいなやろうと思っております。で9月28日日曜日か、ユツヤライブインマジックという会場で8回目のね、2ヶ月遅れの決戦記念ワンマン、もうぜひ今日からチケットも
も適当にます。どうぞお声掛けになってください。そして5月30日1日急に決まりました。またテレビ朝日スペースルームで企画ライブもいたします。どうぞこちらの方もチケットございます。そして9月14日日曜日クロスストリートまた企画します。今日からです。またそれもチケットぜひよろしければ お声掛けになっててください。それでは今日は最後に君たちの存在はすごく微妙だね。